イラン初代大統領が死去、バニサドル氏革命で就任。イラン初代大統領のアブルハミン・バニサドル氏が9日フランス・パリの病院で死去した88歳国営のイラン通信が伝えたバニサドル氏に近い人物として長期の闘病の末バニサドル氏が9日パリの南東部の病院で亡くなったと報じたと バニサドル氏は1979年のイラン革命の翌年の1月に大統領に選任されたと。しかし当時の最高指導者、コ・ルホラ・ホメイニ氏と対立し、1981年に大統領解任され、以降はフランスで亡命生活を送っていたと。1933年3月22日、イラン政務のハマダン近郊生まれで,で、 イスラム教を進歩していたと1979年のイラン革命後に初代大統領を務められたということですね9日パリの病院で亡くなって88歳だったと家族の声明などによると病院で療養されていたと81歳の81年に失脚しフランスで反省対制 活動に取り組んでいて、学生時代にはテヘランで当時の王政に抗議するデモに参加して投獄されてフランスに、えー、亡命してるんですね、えー、イラン革命を率いたホ,、えー、ホメイニ氏この方が89年に亡くなってるんですがその側近の一人になって79年の王政崩壊後に帰国されて 80年に革命体制下で初代大統領に就任されたということでしたが革命体制を指導する聖職者、勢力との、えー、路線対立が深まって81年に解雇されているということで革命後の初の大統領だったものの、まあ、結局亡命を余儀なくされてしまったということで、えー、直近では2019年のイラン革命40年に際して日本の東京新聞からインタビューを受けているんですね。 ホメ,イニえー、ホメイニについては、えー、亡命中は私と同じ国家像を描いていたが,権力,が権力を握ると変わってしまったと述べて、えー、イラン革命はイラン法による政、えー、統治は実現せず一部宗教,者宗教指導者による独裁体制と批判をしていたとただし欧米によるイランへの経済制裁や介入は イラン国民の経済的困窮の責任転換につながると反対を表明しているということでね88歳でえ結局亡命されてね初代の波乱万丈な人生でしたねということでねバニサドルス氏のごックをお祈りしますということで本日のニュース、ためになったという方はチャンネル登録、高評価をお願い,いたします。